流されたオーロックスの血がクイーンへと至る道を開く。彼女の持つ神の仮面のかけらは、ガブリエルが亡き妻を取り戻すためには欠くことができない。だが、クイーンはガブリエルを誘惑し、魔術を用いてくるはずだ。それでもガブリエル、君はそれに屈することなく、必ずかけらを手にしてくれるだろう。今や君の強大さは比類なきものであり、それはクイーンにすら死の恐怖を覚えさせる。私にはクイーンの恐怖が、その悪臭が感じられる。だが一方、ヴァンパイアに嗅ぎ取れるのは聖者の命であって、その死ではない。ガブリエルが近いことに彼女は気づいているが、自らの死が近づいていることには気づいていないだろう。ガブリエルが何を求めているのか彼女は知っている。哀れで麗しきカーミラよ。夜が明けるまでに汝は血の涙を流すことになるだろう。私を探しているようだな、戦士よ。狙いは我が分身の力か。そうであろう。お前は美しき勇者。私のもとに置いてやってもいい。永遠に。溢れるほどの喜びと富を与えてやろう。私には意味のない言葉だ。お前たちは人間を裏切った。だから世界は闇に覆われたんだ。愚かな口を聞くな。お前の正体を知っているぞ。我が分身は神を信じ、善のみをなそうとした。その傲慢な心こそが私を生み、世に災いをもたらした。人間は滅ぶ。どちらにつくのか。選ぶなよ。私は生きる。腐った死の世界などごめんだ。お前の言う死は一つの見方に過ぎぬ。お前と私にさほど変わりはない。神はもはや人間を救えぬ。お前もいずれ我らが仲間となるのだ。私は三つの力を手に入れて世界を救う。それは聖なる教団の創設者をも殺めること。お前の方がよほど残酷であろう。本当の魔物はどちらだ、ガブリエル。かわいそうな人。よもや本気で死者がよみがえると。愚かな。愛する者は戻らぬわ。死者は蘇りはせぬ。ただ生ける屍としてさまよい続けるのだ。お前も死ぬがいい。
スの血を味わえ。苦痛を感じろ、ガブリエル。
せてやろう。
生きとし生けるもの全ての運命がお前の手に委ねられる。教団の創設者たちがロード・オブ・シャドウを生み出していたとはな。元は同じ存在だった。彼らは精霊となって天に昇り、自らの闇を大地に捨てた。全ては彼らが傲慢で愚かだったせい。ならば私は何のために戦っている。己の心を見つめなければ真の答えを得ることはできない。なんだこの魔術は。本当に真実を知りたいのなら覚悟を決めろ。